私が欲したものは、決して手に入らない。彼女との約束からつまびいた聖母祭での伴奏。でも私は彼女の期待に応えられるだろうか。失敗作の私が家族からの愛情を受けず、母に呪いを受け、何もつかむことができない私が、そうだ、今日初めて一人で乗った電車やバス。バスが廃線になったなんて知らなかったもの。調べてきた直通のバス、まさか2年も前に亡くなっていたなんて書いてなかったし。ダメ、友達が欲しいからアミティエ制度のある学院に通いたいって私から言い出したんじゃない。祖父から教えてもらった学校、聖アングレカム学院。綺麗。え？あ！ごめんなさい、足元ばかり見ていて。いいの。すごい、こんな綺麗な人初めて見た。聞こえて、じゃなくて大丈夫？あの足とかくじいていない？はい、平気です。初めて会った。
た人とこんな。あ、どうしたの？私の方こそごめんなさいね。倒れてしまうと思ったから抱き止めてしまって。違うの。確かに見たこともない美人で、髪なんてすごく綺麗で、抱きつかれて嬉しかったのは本当だけど。私は何を考えて。どうしたの。あ、そうよね。こんな暗い道で名乗らないなんて、不審がられても仕方がないわよね。私の名前は花菱立花。多分あなたと同じ新入生で。あ、本当にごめんなさい。なんで私はこうなんだろう。あの人、気を悪くしているわよね。気がついたら逃げ出してしまった。そうだ、あの時だって最初は話しかけてくれる人はいた。桜。夜更けに驚かせてしまったみたいだね。あんまり桜が見事だったからつい見とれていたんだ。こういう景色を盤景、円景というのだったかな。まるで桜の雨が降っているようだ。そうか、なら君も一緒に見よう。こっちへ来るといい。そそっかしいんだね、君は。私の名前は香坂真由里。
Oh。